ランプン州はスマトラ島の南端に位置するインドネシアの州、ブンクル州、南スマトラ州と接する。地震と火山という地理的な不安定性によって知られる。1883年にはクラカタウの記録的な火山噴火が起こり、甚大な被害をもたらした。2005年5月10日、マグニチュード6.4の強い地震に見舞われた。 ランプン州の行政区分は12の県と2つの市に分かれている。西ランプン県南ランプン県中央ランプン県東、ランプン県北ランプン県ウェイカナン県、タンガマス県、チュランボワン県ペッサワラン県プリンセウ県西、チュランボワン県メスジュ県バンダールランプンメトロ元々、スマトラ島の他の民族とは異なるランプン語を話し、独自の文字を持っていたが、ジャワ人島に分類されている。 ランプン州における主要な生産物は、いわゆるプランテーション作物のコーヒー、カカオ、ココナッツ、そして香辛料の定時である。これらの栽培はネスレなどの企業によるところが大きい。地場産業に小規模なナタデココ工場があり、ウォンココなどがある。1920年代からランプンは豊かな織物の伝統を育んできた。ありがとうございます。